パディントンには2017年制作のイギリスフランスのファンタジー映画マイケル・ボンド原作の児童文学クマのパディントンを元にした映画パディントンの続編パディントンはロンドンのウィンザーガーデンにブラウン家の家族と一緒に住んでいるパディントンはいろいろな意味で人々の心の支えになっており地域の人たちから好かれるようになっていたパディントンは サミュエル・グルーバーのアンティークショップで見つけたロンドンの街を描いた飛び出す絵本を買おうと考えた。昔からロンドンを見たいと思っていたルーシーク母さんへの100歳の誕生日のプレゼントにしたかったのである。それでパディントンは窓吹きをして絵本を買う金を貯めることにした。次の日には絵本を買うだけの金が手に入るというその夜に髭を生やした泥棒がその絵本を 店から盗むのをパディントンは目撃した。泥棒を追いかけたのだが逃げられてしまい、逆にパディントンが盗んだとして告発されてしまう。グルーバー氏はパディントンが盗んだとは思っていなかったが、パディントンの言う泥棒がいた証拠が見つからなかった。結局パディントンは不当に罪を認めさせられて、懲役刑に課せられた。一方、泥棒は家に帰ると変装を解いたのだが、彼は、 ブラウン家の向かいに住んでいる元俳優のフェニックス・ブキャナンであった。移動遊園地のオープニングセレモニーが数日前にあり、そこでブキャナンはパディントンから飛び出す絵本の話を聞いたのである。それは実はブキャナンがもう見つからないと思っていた絵本だった。監獄ではパディントンは多くの囚人たちとすぐに友達関係になることができた。その中には気の短いことで恐れられていた。 料理人のナックルズも含まれていた。ナックルズはパディントンのマーマレードサンドに感心し、パディントンを自分の助手にした。同じ頃、ブラウン一家はパディントンの汚名を注ごうと活動していた。ブキャナンは飛び出す絵本の示す場所に、ブキャナンの祖父の隠した財宝のありかを示す手がかりを探していた。実は、その昔、ブキャナンの祖父は、 サーカスの女性人気系は雑誌を殺してその財産を横取りしようとしたのである。ところが見つけたのは飛び出す絵本だけだった。ブッキャナンが怪しいと目星をつけたブラウン一家はブッキャナンを外に誘い出し、その隙にマリーがブッキャナンの家に忍び込んだ。絵本そのものは見つからなかったものの屋根裏の隠し部屋を見つけ、そこにはパディントンの見た泥棒の衣装などがあった。 ブッキャナンの追求に夢中になっていたブラウン一家はパディントンの面会時間を忘れてしまっていた。それをブラウン一家に見捨てられたと勘違いしたパディントンは失望しナックルズラ囚人仲間の誘いに乗って脱獄することにした。ナックルズラはパディントンの汚名を晴らす手伝いすると言って脱獄に誘ったのだが脱獄に成功すると飛行機でそのまま国外に逃亡すると言い出した。 パディントンは一人でロンドンに残ることにした。パディントンは別れの挨拶にブラウン家に電話したのだが、その時にブラウン一家がブキャナンは犯人として特定したことを知る。財宝が隠されていると目される移動遊園地がパディントン駅から列車で出発することから、パディントン駅でブラウン一家と会う約束をする。ブキャナンもまた移動遊園地を乗せた列車に乗り込んでいた。 パディントンもその列車に乗り込むことに成功し、ブッキャナンが飛び出す絵本の示す手がかりを元にして、財宝の箱を開けるところを見た。その後ブラウン一家の助けもあり、絵本を取り戻し、ブッキャナンも捉えることができたのだが、パディントンの乗っている貨車が川に落ちて沈んでしまう。助けあぐねているところへ、囚人仲間のナックルズラがやってきて、パディントンを助け出すことができた。ナックルズラは、 パディントンを置いて逃げる気になれなかったのである。パディントンは無罪となったが三日間に意識不明になり、ルーシー宿坊さんの誕生日の朝にやっと目を覚ました。ルーシー宿坊さんに飛び出す絵本を送ることができなかったことを大変に悔やむパディントンであったが、絵本を送る代わりに、ブラウン一家と近所の住人たちはルーシー宿坊さんをロンドンに招待したのだった。その後、ナックルーズは出所後に、 サンドイッチ屋を開店し、店は繁盛する。ブッキャナンは10年の刑で刑務所に入り、そこで監守、囚人と共ミュージカルを行う。ありがとうございます。